こんにちは、こんにちは、です。兄貴です。です。カズニャンで黒。黒がないですね。マグマを潰してしまったので。ちょっと待って。はい、俺あれ今収録前で頑張ったんよ、はい、実は。なんかすっきりしてますよね、お前。綺麗。なんかとにかく物資がなくてさ。はい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 。ありったけの松明30本だけ作っといたこれ。ありがとうございます。いやこれ前悲惨なことがあったんだよね、多分前回。そうでしたね。前僕のパートでエンダーパール集めたよ、はい、これ集めたんですけど僕のパートでなくしましたね。これアップデで1個だけ入れたらなんとかみたいななかったかな。そんな行きます。そんな都合のいいアップデートありました。行きますよ。はい、お願いします。何も起こらん。どうしてくれるんですかこれ。これは、まあ、連帯責任ですかね。これは連帯責任ですね。僕ちょっと心当たりあるんですよ実は、うん、前回黙ってたんですけど、はいはいはい、コミチンやられたでしょ、はい、その後僕の近くでクリーパーが爆発したんですよね。あーえそうですよね。僕だって1個しかやらないですもん。でももしかしたら違うかなと思って、はい、1個残ってたって言ってて、はい、多分ギリギリ1個残ってたんじゃないかな。めっちゃこそ今だから言うけどなんかそんな気がするんだよな。1個は多分下に埋もれたやつ、最後に投げたやつ、うん、はいはいはい、あーはーはー、そうか、最後だから1個持ってたんじゃないか、そもそも。なるほど。あ、僕は多分10個か11個そのまとまってずっと持ってたんですけど、うん、最後そのネザーのここを見つけた時にあの地面にめり込んでったじゃないですか。はいはいはい、めり込んでった、めり込んでったものに関しては僕拾えてないと思うんですよ。ああ、じゃあそれだったんだ。なるほどね。まあみんな悪いってことですね。そうですね。結果みんな悪かったと。まあでもまた集められるものなんで。そうですよ、全然そんな攻め合ってもしょうがないですからね、うん、ね、なちょっととりあえずあの階段でも作りません。階段ここ気軽に入ってこれるようにっていう意味で地上への素敵な階段作りを。そうですね。ちょっと行ってみましょう。これツルハシもさ、はい、今このお沿いなんか石のツルハシしかないんですけど、うち。あ、僕もですね。あ、僕鉄ですね。鉄ですよ。うん、僕も鉄。いやちょっと良くなってる、そっちの方は。ここ新品の鉄。おかしい、おかしい。ほんならまあまあいいや。こっから3段ぐらいずつで綺麗にちょっと脱出用の綺麗な道を作っていきましょう。脱出経路ですね。ほんで次に繋げればいい。了解です。あ、もう上に繋がったな、これ。あいつ、え、なんか今殴られんかった？いや、違う、そこじゃないです、そこじゃないです。なんか今殴られた、教育的指導が。うん、剣で殴られた。いつものように。いつものように。殴られた、殴られた。あ、すげえ、上まで出れた。ようやくついた。来ましたね。うん、ならとりあえずエンダーパール集めには村で攻撃ですよね、はい、村に戻った方がいいですね、確実に。ちょ、村の方を向かいましょうか。村、はい、近いですよ。よう、こっから分かんの？マジで言ってます、咲く記憶にね。もういや、ないっしょ。ないっすね。いやそういうのいいっすか。いや、じゃあマジでないよ。そういうのいいっすか。いや、マジでないよね。うん、だってもう何週間も前は、うん、何週間の前の記憶みたいなもんだよこれ。いや、本当そういうのいいんだ。いや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 、村わからんでしょって。キャラとかも本当いいんだよ。いやだって視聴者さんもわかんねえよ絶対よこれ、うん、視聴者さんはもちろんわかんないですけど、うん、プレイヤーはもちろんわかりますよね。びっくりするぐらいいろんなワールドでやってるから全然わからん、本当にこれ。いや、同じワールドで同じ回数。嘘だ。カズさんやっぱ後ろにいるからですよ、ずっと相乗りっすもんね。相乗り状態だからね。おんぶに抱っこやで、そのまま運転するか道覚えるじゃないですか。はいはい、あー、そっかそっか。おいきますよ。おーい、やばいやばい、置いてくれ置いてくれ置いてくれる。大変だよ。底辺だ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 。いや、置いてかれてる置いてかれてる。え、あ、ほんとだ、乗ります。あ、大丈夫ですか。え、あれあれ、ここ道戻ってきてる。チンさんも遠くなった。ボルターガイスが、あー、たぶんバレるもん。まっすぐ行くわけです、まっすぐ。うん、なんだ今てっきり優しいゴミジンがずっと待ってるんかなと思ったらいきなり消えたでさ。はい、幻ですね、たぶん。うん、幻だった。幻全然違ったわ。幻
あ、でも本当に村に近づいてきてる気がする。もうすぐ近いんですよここまで来たらさすがに僕も分かりますこれ本当だね。カメやってたとこですね。これ本当ですわ。すげえな。簡単でしょ。本当だ。ほとんどまっすぐだね。まっすぐか、ただのまっすぐだったか。それがわかんねえって言ったんですよ、二人なんと物資がないんだ。物資ないっすね。あ、なんかベッド1個持ってんな、俺、茶色のベッド。毛刈りしながら適当戦いますか。そうですね、うん、血管何が一番効率よかったんだろう。石炭かな。あー、そっか。すべての石炭を集めさせてもろて、さあ、ならみんな一緒に近い潜ろう。石炭の階だ。はい、はい、はい。分かれた方がいいんじゃないですか、地上組と。あ、ならまたいっぱい集めちゃう。僕、地上でじゃあ拷問を集めながら敵倒します。ほんなら、アニチューバー。はい、アニチューバー、地下行くぞ、地下。あ、了解です。石炭もりもり取って、村の近くで。はい、お願いします。びっくりさせようぜ。そうっすね。今ちょっと、あっち方面に行ってるんだけど、洞窟があればな。エンダーマンいないですかね。エンダーマンもいたらいいんだけどな。エンダーマンが本命ですね。それで、エンダーパール1個でも落ちれば、かなり攻撃が。うん、あ、そうだよね。パーカードルというか、はしょれる。そうだな。あ、ルルルルル。あ、マジ？ルル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 。あ、ちょっと待って。やばい。これは落とされた。よっしゃ。はい。行くぜ。助けて。じゃ行くぜ。この野郎。あ、でもこれ、あ、間に合った。あ、どう？間に合った？はい。大したことね。周りの雲だけちょっと、うん、雲に落とされたんですよ、さっき。あ、登ってくるんで。あ、そうだね。お、アニチューバーいっぱいモリモリ。はい、石炭詰め。あ、なんだ、やられなかったか。やるな。やられてほしいみたいな。あ、やった、落ちた。あ、すげえ。やー、これはいいよ。そっち1ポイント先制。かなりですよね。時短時短。エメラルドだって5個分だもんね。そうだね。こっちもっとすごいの来たよ。化石。え嘘の埋まってるやつ。本当だ。話変わるじゃないですか。趣旨がブレるけど。話変わってる。エンダーパール2個見つけた。お、ナイス。ちょっと兄貴、まずいぞ。あ、2個も落ちました。うん、2人倒した。お、あ、すごい。ナイス。アニチューバー、まずいまずい。2人一気に倒してやったわ。うぅ、なんでそんな湧いてる。じゃあアニチューバー上行って、うちらの本気の力見せてやろうぜ。そうっすね。あのさ、はい、村がわからない。またですか。方向音痴鼻肌してて拠点からマスクです。マスクが、あ、あったかも。いや、分かってたんですって。 ありましたわ。完全に見つけましたわ。これここだと思ってたんですって。新しい村じゃねえだろうな。大丈夫だろうな、これ。いや、大丈夫大丈夫。わ、え、もう楽勝に足りるぞこれ。甘いですか。え、いや、思った以上に攻撃で馬を増させてもらって、はい、へー、もうチームアニキーの勝利ですよこれ。多分僕まだ何も言ったですよ。チームアニキーの勝利ですよこれ。アニチューブの勝利ですか。うん、アニチューブの勝ちましたねこれ。てか、アニチューブっていうなんかアニメの YouTube みたいなの。アニメのマッなんか聞き覚えあるか。超ありそう。なんかあれ、なくなったらしいっすよ。ほんと、アニチューブ破れる。破れたらしいっすよ。なあ、アニチューブの今チャンネル名開いてるんじゃないの。使いたくねえ。アニキーの個人チャンネル、アニチューブ。村人がいない。ここは守られてる。ここ一人、次回の人。あ、こっちにいる、まとまっているけど。え、君たちはどういう話をしてんの。どういう、え、俺全く違う村にいる。はい、カツさん村にいないですね。座標言いなさい、座標。620の200です。1187の248。全然違う。全然違うところにいる。そりゃあわんわ。エメラルド11個になりました。あ、いいっすね。うん、あ、ほんでそっち、座標600だったっけ。そうですね、623の181とか。オッケーオッケーオッケー。ちょっとそっち戻るから。はい、帰ってきたー。帰りなさい、帰りなさい。帰ってきたー。エンダーパール、やっぱこう村人の数多、固まってましたね。うん、そうですね。1個の家にすげえいた、うん、これめっちゃ射撃ダメージ5のシソさんいるよ。めっちゃ欲しい。え、いいじゃないですか。そんなスーパーシソさんいました。うん、エメラルド19個を犠牲になるけど。エンドラにはいいんじゃないですか。うん、19個。うん、足りない足りない。全然足らんすね。やっぱ武器でぼかすかなくなったからね。そうですね。うん、武器でぼかすかだわ。今ちょっとディアモンド預け、はい、誰かに預けとこうかな。みんなはどのぐらい手に入れたのかわかんないけど。エンダーアイが10個必要なんですよね。うん、今エメラルド宝箱に入れといた。ありがとうございます。僕もじゃあ羊毛も入れといた。ありがとうございます。一旦寝ますか。一旦寝る。一旦寝ようか。それとも借ります。エンダーマン夜のカリカリをしましょうよ、うん、エンダーパール1個の重みがやっぱすごいからね。そうだね。エメラルド5個分って考えたら素材何個分なんやって、うん、そうだね。次の夜のカリカリいったろ。はい、今ヨシさんがトップか。いや、そんなことないんじゃないですか。2エンダーパール。うん、2エンダーパールです。まだ僕でも4も2スタックありますからね。あれ羊どこや。おお、羊かい。
おっしゃ、ゲット。ナイス。おい、やる。あとはもう一個ゲットした。おお、ナイス。ナイス。よしさん優秀。いった、やべ、でも死ぬ。でも死ぬ。もう一匹エンダーマンいるんですよね。おー、やる。あ、いや、エンダーマン買った方がいいね。エンダーマン買った方がいいっすよ。はい、いいね。よし、ゲット。お、おナイス。もう足りるんじゃね。足りるんじゃない、もう足りるかも。ガッチャンコすれば。結果、エンダーマンとは出会えず終わったな。あー、やっとムラついた。アニキス、どこでエンダーパール交換されてる？あ、この家です。おー、ナイスアニキ。私、最後のアガキで石炭ホリホリしてるから。足りるんじゃない、もう完全に。3つありますもん。お、僕も2つある。やった10だ。あ、違う、9だ。9、え、あ、あ、まだエメラルド持ってる。あ、ならうちも今石炭いっぱいあるで、みんなのエメラルドとガッチャンコすればなんとかなるかも。いや、もう足りました。足りた。はい。あら、やった。あー、よかった。よかったっすね。エメラルド1.5 個分ぐらいの働きはしたぞ。エメラルドあと6個。6個、ないかな。あ、さっきなんか19のやつって、射撃ダメージ増加ある。動いてますよ。苦肉と交換できる人いましたね。苦肉僕20個持ってますよ。俺31個持ってるで。合わせようか。はい。あ、たった3エメラルドや。あと2エメラルドっすね。あと2か。捻出したね。あ、鉄ならあるで。それで、あ、いけるな。鉄あるでいけるわ。あ、鉄36個あるよ俺。あ、なんもいける。楽勝よ。楽勝っすね。7個で1個なんて。来ましたね、ようやく。来た。あー、よかった。じゃあ、エメラルドお持ちよかったら。はい。くださいな。はーい。パワーを集めよう。ぽい。ありがとうございます。体がみなぎってくる。やっぱ10個貯めるのは至難の技ってことですね。そうですね。結果倒せますね、これで。でもエンドラ準備万端。よっしゃー、準備整ったね。やっとこれで後編につなげますね。はいはい、というわけで無事に10個集まって。あ、母さんどこにいますか？ん？アニキーズド、アニムービーといるよ、今夜。はーい。全然定まってないじゃないですか、アニチューブとかアニムービー。アニムービーとね、撮っております。ほんで、あの、はい、素晴らしき武器も手に入れることができたということで、うん、前より準備万全になったんではないでしょうか。そうですね。というわけで後編、まあ、多分5分で倒せるとは思うんですけども、お楽しみに。はい。では概要欄の後編でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。